皆さんおはこんばんちは、お芋です。突然ですが、皆さんは何気なく撮影した写真が貴重な記録になっていたという経験はないでしょうか。そんな中でも私が気になったのはこの写真、何気ない103系の写真に見えますが、後ろをよく見ると貴重な体質改善 40N 社が少なくとも2両連結されています。しかし厄介なことに社番を記録していませんでした。こうして撮影した103系の編成は永遠の謎に包まれるのでした。ちょい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 、確かに10年近く謎でしたが、ある日その謎が解ける日が来たのです。各種編成表の書籍を漁っているある日、その編成を特定してしまいました。それこそが2007年の奈良電爵 NS612 編成。しかもよく調べたら、ほんの一時期だけモハユニットを交換していた時期の編成。そんな思い出の時期の電車を模型で作っていきます。ということで今回はトミックスの97940と手持ちの体質改善車のジャンクを再塗装して製作していきます。主な加工としてはかなりシンプルな内容で、トレジャータウン製の手すりを植えて、そこから調色したウグイスで塗装したことぐらいです。ただし体質改善 40N の方は色調差が目立つようにファルベの黄緑6号をそのまま使用しました。塗装が完了しました。ここからはトレジャータウン製の鉄仮面を貼り付けて、元通りにパーツを組み立てていけば、ということでウプ主の思い出の編成がついに完成いたしました。子供の時に何気なく撮っていた103系がこのような形で模型化できて嬉しいですね。皆さんも何気なく撮っていた編成を模型化してみるのもいかがでしょうか。ということでこの思い出の103系をレイアウトで走らせてみましょう。